伊賀佐賀伊賀佐賀伊賀伊賀ちゃんです今日は俺の地元佐賀県に来ました。来ましたね、ついに。いや長かったね緊急事態宣言があって、はい、なかなか来れなかったもんね。そうですね、ようやく来れましたね。やっと来たよ。今年の8月佐賀が大雨の被害に遭ったじゃん。そうですね。だから今日は特に被害が大きかった佐賀のほぼ中心にあたる大町町とその隣の武雄市、そこに行こうと思います。じゃあ行ってみようか。よし行こう。いやけどやっぱいいとこですね佐賀。人が、はい、あったかいですよ。あ、そうですね。いやなんかのどかで、いきなりもう。そうなんだよ。江頭さん、お最初はどちらへ。そこの家族庵。家族庵。俺ってちゃんぽん好きじゃん。はいはいはい。でここで大町町の名物のちゃんぽん風の料理が食えるんだよ、はい、あ、そうなんですね。だからここに連れてきた。江頭さん、タロメンっていうのは食べたことあるんですか。実は、はい、初めてじゃあやっぱ地元の方も、まあ、まだそこまで知られてないというか。だけど、はい、あの有名なところで結構お客さんがいるっていう噂は聞いたことあるんだよ、はい、あ、なるほど。じゃあちょっと行ってみましょう。ちょっと行ってみよう、はい、あ、ここですね。ここだね。じゃあちょっと入ってみようか。そうですね。おお、立派なお店。失礼します。あ、こんにちは、江頭さん2時50分です。こんにちは。お待ちしました。あ、いいですか。いいですよ。あ、こっちいいですか。こっちどうぞ。 ありがとうございます。皆さんすいませんね。はいはい、どうぞどうぞ。はい、まず江頭さんがやってきたのは家族庵さん。大町町名物のタロ麺が食べられる人気の食事どころです。お待たせしました。おー、来た来た来た。あ、この方がタロ麺協会の会長なんだよ。おー、よろしくお願いします。会長です。はい、どうぞ。おー、うまそう。見た目はちゃんぽんみたいですね。ですね。そうですね。じゃあいただきます。どうぞ。ここに来るから機内食食わなかったからねどうですか、ちゃんぽんと違うんですか。やっぱりちょっと違うね。あのちゃんぽんのとろみみたいなのがそこまでないですね。はい、はあ、はあ、うどんの方が勝ってるね。ちょっと細いうどんみたいな感じね。へえ、細うどん。これめちゃくちゃうまいよ。あ、そうですか。うん、主張としては、はい、ベースは牛骨でとってます。あ、牛骨スープなんですか。牛骨ベースに、まあ、鶏ガラも入ってますし、あと豚のコントロの部分ですね、あの部分も一緒に煮込んだりして、あとはもう決めてやっぱ生姜ですね。まあこれ生姜か。うん、スープはこってりしたスープなんですけど、生姜で、まあ、入れることでちょっとまろやかだったりとか。なるほど。あと野菜がやっぱり多いから、はい、いいね、はい、健康に。野菜シャキシャキして、うん、やっぱりうどんだからちょっとさっぱりしてんだよね、生姜と、はいはいはい、生姜とうどんのあれで。なるほど。歯がポカポカしてきた。そう、寒い時とかいいですね。うん、使い用の時とか。あ、使い用の時か。うん、もともとですね、タロメン食堂というとこあったんですよ。そこが20年ぐらい前に閉店されて、うん、そこから私たちが10年前に復活したんですよね。一回20年前にタロメン食堂が閉店して、うん、それからです、大町でタロメン一回途絶えたんですよ。でも大町の町民の皆さんがですね、またタロメン食べたかっていう話が怖いぐらいですね、多数があったんで、今4店舗なんですけど、町内の飲食店の業者が集まって、タロメンの町おこしとしてですね、タロメンを復活させたというのが最初の経緯です。
それが11年前ですね。はい、この間の大雨大丈夫でした、うん、店の方は大丈夫だったんですけど、うん、自宅の方が、まあ、うちと、はい、あのうちの親父たちの、うん、まあ、横並びにあるんですけど、うん、70センチぐらい、床上70センチぐらい、浸水ですか。浸水です。はあ。その後じゃあちょっとしばらく店はですね、片付けのあれで10日半ぐらい利用して。なるほど。2年前も来たんですけど、うん、2年前よかったら60センチぐらいは、うん、かかったです、今回ですね。そうですか。結構被害に あったお宅っていうのも周りにもいっぱいいらっしゃったんですか。そうですね、うちの周りはもうほとんど駅前なんですけど、うん、ほぼほぼ全滅ですね。あ、全滅、うん、うちの前の道路だけで1メーター60ぐらい、だけど、まあ、どどしからすれば水害来たでしょう、うん、すぐコロナ来たでしょう、うん、これまた水害でしょう、うん、もうやばいっす。うわ最後にエガちゃんが来た。大丈夫ですか、エガちゃんさん来て。いやいや、こういうはですね、復活のきっかけになればですね、エガちゃんが来たことで今日は楽しみに待ってましたよ。ちょっとハードル高くなったな。ここに芸能人とか結構来ますよね。こういった取材でですね、何回来られたことがあります。誰？一番最近では U 字工事のお二人と。栃木なのに。野々村誠さん。野々村誠。ちょっとそこで聞きたいんですけど、誰が一番嬉しかったんですか。最低。江頭さん来ました。おお。やった。すげえうまい。これうまいよ。江頭さん、江頭さんって言うしかないですよ。でもやっぱ佐賀県人はみんなやっぱり誇りの本当ですよ。本当ですか。おお、おお、公表するなと言われていた江頭さん。俺心が満腹だよ。俺めちゃくちゃ嬉しいよ。励ましに来たのに励まされてる。そうですよ。3年連続なんかあっても、うん、それを覆すパワーがめちゃくちゃあるね、うん、そうですね。で、駐車場とか見たら車いっぱいあるし、お客さんもいっぱいあるし、うん、やっぱりそれだけの跳ね返すパワーがあるんですね、うん、そうだよね、やっぱり頑張っていかんばできんばできんば。いいですね、江頭さんのがっつり酒弁初めて聞きました。恥ずかしい。すぐそこにアラジンがあるって知ってました？もう狂気乱舞でしたよね。うん、初めてやっぱアラジンを生で見たんで。普通車屋さんだったら車の宣伝するじゃないですか、はい、俺ばっかりだもんね。看板も江頭さんの顔写真がいっぱいあって。大盛り上がりでした、ね、大盛り上がりでした。掴みは OK だったね。完食ですね、江頭さん。いや、あったく待って、すごい美味しかった。俺普通食わないよ。そうですね。じゃあ大将、はい、今日はごちそうさまでした。どうもありがとうございました。最高でした。ありがとうございます。はい、頑張らんばいかんよ。頑張よ。はい。ちょっと、はい、俺行きたいところがあるんだよ。あ、どこですか。ここだよ、カフェオンザグラス。めちゃくちゃおしゃれですね。おしゃれなんだよ。江頭さん、ここ来たことあるんですか。いや、俺がいた時はこれなかった、はい、あ、そうなんですね。だから新しいんだよ。そうそうそう、なんか人工芝になってますね。そうなんだよ。だからカフェオンザグラス。ちょっと行きましょう。行ってみようか。はい、こんにちは。あ、映画社に50分です。はじめまして。こんにちは。はじめまして、あのサガン鳥栖で昔ゴールキーパーしてまして、あの赤星と申します。サガン鳥栖。はい、サガン鳥栖ですか。でした。あ、そうですか。はい、2年前まで12年サガン鳥栖でプレーしてまして、で今あのこちらドリンクをちょっとプロデュースしていたもので、江頭さんいらっしゃるところでぜひ飲んでいただきたいなと思って。あ、そうですか。はい、俺
はい、サガン鳥栖の名誉会員ですよ、はい、あの僕あの浦和レッズ戦でした。おお、僕あれあの上で見てました。本当小野伸二いた頃、はい、ちょちょちょってやられた時勝ったんだよ。あ、それ見てたんですか。はい、まあその時はプロではなかったんですけど、その上見てました。本当、まあ、なんで僕12年いたんで1回ぐらい江川さん来てくれるかなと思ってたんですけども、なかなかいらっしゃらないんです。その後全然呼ばれなくなったどういうこと。そうなんです、僕1回ぐらいグラウンド来てくれるかなと思ってたんですけどね、うん、まあ、今日お会いできて本当 ありがとうございます、はい、昨年7月にオープンしたカフェオンザグラス、遊べるカフェをテーマに無料で使える人工芝のキッズスペースが併設されています。今回は赤星さん考案の人気ナンバーワンドリンクをいただきます。おお、はい、爽やか爽やかで、私赤星と申しますが、あのレッドスターというドリンクにして、無添加の赤しそをですねちょっとこだわって作って、これのあの売り上げの200円をですね、子供たちのこういう遊び場だったり災害も今回ありましたので、ね、チームの基金で集めて、まあ、飲む応援ということでやっておりますので、ぜひちょっと飲んでいただいて。美味しそう、いただきます。はい、あ、うまい。ありがとうございますありがとうございます。うまい。グレープの味がカシスね、これしそ、しそ。江川さん、江川さん、まあこの辺九州なんかこう6月ぐらいに梅仕事って言ってですね、梅干しをこうつけるときに葉っぱが出るじゃん。それをこうよくジュースにしたり、夏バテ防止でこう、まあ僕もおばあちゃんが作ってくれてたやつなんですけど、この辺サマーとかだとやるんじゃないですかね。思い出した。ある？あるでしょ。あります。本当に。その時の味、うん、ちっちゃい頃飲んだ記憶ありますか。ある。無添加で甘みも蜂蜜にしたら体にもいいし。なるほど。あ、美味しい。あ、でもグレープって言ったのめっちゃわかります。なんかちょっとグレープに似てる。まあ子供が飲めるっていうのが一番コンセプトだったんで、すごい飲みやすいですね。これ飲みやすいわ、子供も。飲んだことない味なんですけど飲みやすくて美味しいです。なんかおばあちゃんが作ってくれた、そうね、味噌ジュース。そうなんです。縁側で、はいはいはい、あんたたち飲みなさいって言って飲ましてくれた。その味らい。体にもいいんですかね。体にいいですね。あの酸っぱいところ、クエン酸っていうのが疲労回復だったり、まあ、ビタミン C も入ってるんで、まあ、夏場子供たちもわーって遊んだ後に飲むのも水飲むのも忘れて遊ぶんで。まあ、これでちょっと熱中症対策といいます。まあ、子供たちにやっぱりいい環境でサッカー、スポーツ、何でもいいですけど遊んでほしいなって思うんで、まあ、それが整えていく何かお手伝いが仕事に引退してもなれば、まあ、僕が一番やれることかなと思って、今こういう形で遊べるカフェっていう形でやりながら、こういう環境と人体に優しい人工芝なんですよ、これ。そういうのが広がるといいなと思ってやってます。やっぱりスポーツにやっぱりなんか関わりたいんですね、はい、そうですね。もうスポーツのおかげで僕はその結婚して子供がもら授かったりしたので、う、ね、もう全然実も、もういらっしゃった時とかサガン鳥栖ともうちょっとちっちゃいクラブだったじゃないですか。ものすごいちっちゃかった。はい、あ、うん、ね、小学生も僕らのユニフォームなんて着てくれてなかったし、うん、でも今はこうね、みんな着てます。 J1 でね、はあ、優勝争い、そうそう、でみんなサガン鳥栖、サガン鳥栖、そうなんですよね。鳥栖がもうあんなに有名になったことないよね。なかったでしょ、うん、だからね、そういうのをずっと見てきたんで、うん、まあ、スポーツは本当なんか街をこう変えるというか、そうですね、まあ、もう佐賀全体でもっともっとこうやれればそうだねいいかなと思って、うーん、ぜひまた江頭さんスタジアムに来てもらって、今度は、うん、だから江頭チャンネルチームで行きますよ、うん、ちゃんと行きますよ、サガン鳥栖、はい、応援に。ありがとうございます。けどさ、はい、今年の8月、はい、大雨降ったじゃん。そうですね。どうでした？もうここから向こうが全部池みたいになっちゃって、えー、すいません、あ、ちょっと用意させていただいて、こういう形で。わ、これニュースで見たよ。はい、えー、今いらっしゃるここのトレーラー、ここからですね、
自衛隊さんとか消防団さん、船が出ていくこの横は線路なんですけど、ね、線路だね、もうこんな感じになっちゃって、でそこの民家さんちょっとあの片付け手伝いに行ったんですけども、床も全部入る、うわこんな感じで、でもう裏にボタ山があるんですけど、うん、家中のゴミがみんな集まってこんな感じで、ゴミの山というか、ちょっと震災の現場に似てるよね。本当なんですよ、ちょっと報道ではあんまり ここまでは伝えられてなかったですけど、そうだね、さすが自衛隊さんです。2日3日したらきれいに、やっぱり自衛隊ってすごいですね。早いですよ、本当に早いっすね、仕事早かったです。じゃあこの市内も、はい、結構みんな大変だった。そうですね、ここの町もだから2年前にも来たんですよ。1階をフルリノベートしてやっと入ったって言ったらまた流されて、もうここに住むのどうしようかななんて言ってる人もいらっしゃったりして、もう本当なんかなんて声かけるか分かんなかったですね。さっきね、食ってたタロメンの店、はいはいはい、あそこでも行ってたけど、はい、最初2年前は水害、はい、その次はコロナ、はい、そして水害、はい、もうどうしたらいいんだろう。あ、本当ですよね。で最後に江頭が来た。災害なんですか。死神が来た。隣の嬉野市っていうのもそうだ、ね、あるんですけど、うん、お茶畑が多いです、ね、お茶畑もある。だからもう本当山ごと崩れるんで、お茶畑が今大変なことになってます。今度は嬉野の方のお茶を助けに行くとか、ね、赤星君って、はい、もうそんなやっぱりやらんといかんぜみたいなのがあるんだ、はい、もう僕はもう役割がそれしかないんで、お仕事はこの芝生を売ったりですね、こうカフェやったりいろいろあるんですけど、その何をするにも街が元気じゃないと思うんですよ。自分のビジネスもやってる場合じゃないので、まずは助けに行かないといけない、行った方がいろんな、まあ、地元ではちょっとだけサッカーで知ってもらってるところもあるので、まあ、それは江頭さんと来ていただくともっともっと全国的に見てもらえる、本当にこう国策としてやらなきゃいけないぐらいの町おこし、町づくりからやらなきゃいけないんですけど、毎回毎回被害あったら片付ける、被害あったら片付けるってなってるんで、もう一個災害が起きにくい起きない町づくりにするにはやっぱり発信し続けない。お茶畑を応援したいんでですね、ちょっとサウナとかあるんですよね、嬉野のお茶をもう出してくれる。おお、すごい。飲むのも嬉野のお茶だし、サウナにかけるロウリュって言うんですね、そういうのも嬉野のお茶で。本当だ、嬉野緑茶。はい、本日のロウリュ。わあ、すごい。お茶がふわってなるんで、なるんでしょ、香りが。ちょっと江頭さん、うん、もうこのまま行っちゃいますか。ちょっと行っちゃってみようか。いいですか、このまま入っても。うわー、ちょっと待ってよこれ。うわー、あっちー。すげー、マジで。マジで熱いと思います。熱いね、石にかけていただきます。石にかけるの。はい、ちょっと中さん、じゃあご覧の、はい、じゃあカメラさんが先に。うわー、はい、うわー、じゃあじゃあ、一気になんか上がりましたね。上がった、上がった。上げたんじゃないですか。上げた、また上げた。ぜひ冷たい嬉野茶もございます。はい、ありがとうございます。どうぞ、嬉野茶でございます。はい、ありがとうございます。嬉野も大変だったんですね。そうなんですよ。嬉しいののお茶に殺されかけて生き返らせてもらいましたね。ちょっと正直な話、はい、オンザグラスの、はい、
赤星さんって、はい、ちょっともう水害でへこんでんのかなと思ったら、はい、自分だけのことじゃなくて、はい、周りを助けようって思ってるのが、はい、偉いなと思った。いやいやいや、皆さんのおかげで12年間サッカーやれましたから、うん、この街で、うん、まあ、それはやっぱり恩返ししないと、うん、じゃあ今日はありがとうございました。すいません、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。これ100点ありがとうございます。頑張るんばいでけんね。はい、頑張ります。頑張りましょう。お後編では江頭さんが歴史ある名湯武雄温泉へ。何度あるんですか。源泉が52度。そして佐賀の絶品スイーツも。後編もぜひご覧ください。